お元気ですか、ボクシミです。今回は 2023BBM ベースボールカードセカンドバージョンの開封動画です。こちらはですね、ワンボックス20パック入りで、ワンパック10枚入りとなっておりますので、10パックずつ前編後編に分けて、やっていきたいと思います。久しぶりのね、開封動画でございます。はい、それでは前編の10パックやっていきたいと思います。まずは前編の1パックでございます。ソフトバンクの石川修太投手でございます。すみませんね、ロッテの友杉敦貴内野手でございます。オリックスのマーウィン・ゴンダレス内野手でございます。日ハムの五十幡亮太外野手でございます。で、始球式カードですね、中尾明義さん俳優さんの、ね、始球式カードでございます。で、阪神の村上頌樹投手のこちら、キラ模様でございます。で、中日の村松海斗内野手でございます。で、ヤクルトのホセ・オスナ内野手でございます。巨人の白木大和投手でございまして、これクロスムーンでしょうかね、森下翔太外野手でございます。はい、2袋目でございます。ロッテの西村隆弘投手でございます。元、西ハムでございます。オリックスの山下俊平太投手でございます。楽天の住谷銀次郎捕手でございます。ソフトバンクの松田秀内野手でございます。で、始球式カードですね、松井秀喜さんでございます。今ニューヨークのね、あのヤンキースの GM 付き特別のアドバイザーのね、役職に勤めております。で、日ハムの松本剛外野手のキラーでございます。で、横浜の大貫慎一投手でございます。阪神の森下翔太外野手でございます。広島の野間隆義外野手でございます。で、ヤクルトの田口和人投手でございます。はい、3袋目でございます。日ハムの今川優馬外野手でございます。ロッテの藤原恭太外野手のこれクロスムーンでございます。楽天の安田優馬捕手でございます。ソフトバンクの柳田悠岐外野手でございます。で、始球式カード柿遥さんでございます。乃木坂46ですねのカードでございます。で、栗山匠外野手西武のカードでございます。キラでございます。中日の細川誠也外野手でございます。で、広島のクリアレン投手でございます。で、横浜の牧秀悟内野手でございます。で、阪神の村上頌樹投手でございます。4袋目でございます。
楽天の松井裕樹投手のクロスムーンでございます。でオリックスのフランク・シュウィンテル内野手でございます。でソフトバンクの津森裕樹投手でございます。で西武の中村拓也内野手でございます。でオリックスの中川圭太内野手の銀箔サインカードでございます。こちらはね、CR ナンバーをね彫っておりませんのでねご了承ください。中日のライデル・マルチネス投手のキラでございます。広島の、栗林庄司投手でございます。阪神の大山雄介内野手でございます。ヤクルトの村上宗隆内野手でございます。で読売ジャイアンツのこちらチェックリストでございます。5袋目でございます。ソフトバンクの2番モレイロ投手でございます。西武の佐藤俊介投手でございます。日ハムの田中誠義投手でございます。でロッテの藤岡雄大内野手でございます。で地球式カードですね、女優の平優奈さんのカードでございます。オリックスの山下俊平さん投手のこちらキラでございます。で中日の福博人投手でございます。横浜の伊勢博夢投手でございます。ヤクルトの吉村幸四郎投手でございます。で中日の石川昂弥内野手でございます。6袋目でございます。楽天の鈴木大地内野手でございます。オリックスの杉本裕太郎内野手でございます。で、日ハムの矢澤宏太投手兼外野手のこれクロスムーンでございます。で、西武のジートリックエンス投手でございます。でこちらね、浜田大輝外野手ヤクルトなんですが、こちらがね、限定カードでございます。ちょっと横になってますので、ね、ちょっとね、私の顔が映ってしまいましたのでね、その辺ご了承ください。確率は200分の100個になっております。こちらのカードでございます。はい、続けていきます。阪神の中野拓夢内野手の、キラでございます。広島の菊池涼介内野手でございます。横浜の三島和樹投手でございます。阪神の石井大地投手でございます。中日の田島慎二投手でございます。はい、7袋目でございます。ソフトバンクの今宮健太内野手でございます。楽天の庄司恒成投手でございます。楽天の岡島武郎外野手でございます。オリックスの山岡大輔投手でございます。西武の高橋光成投手でございます。西武の平海馬投手のこれはねキラでございます。ヤクルトの石川正則投手でございます。巨人の 中山ライト内野手でございます。巨人の吉川尚輝内野手でございます。
で横浜の入江大生投手でございます。8袋目でございます。オリックスのジャイル・コットン投手でございます。で日ハムのこちらねチェックリストでございます。で、西武の外崎修太内野手でございます。楽天の藤平翔馬投手でございます。で巨人の横川凱投手でございます。こちらはねノーマル仕様となっております。広島の大瀬良大地投手のこちらでございます。で巨人の門脇誠内野手でございます。で、ヤクルトの星智也投手でございます。中日の福弘と投手でございます。中日の涌井秀明投手でございます。9袋目でございます。ソフトバンクの大関智久投手でございます。で日ハムの、アリスメンディアルカンタラ内野手でございます。で楽天の住谷銀次郎捕手でございます。で西武のこれはアイト外野手のクロスムーンでございます。で、ヤクルトの山田哲人内野手のこれは銀箔サインカードでございます。で、楽天の田中将大投手のキラーでございます。巨人の吉川尚輝内野手でございます。阪神の小畑竜平内野手でございます。横浜の西牧健治、これは内野手でございます。で広島の遠藤敦史投手でございます。で前編最後の10袋目開けたいと思います。西武の滝沢夏生内野手でございます。ロッテのペリス・ペルトモ投手でございます。ちょっとよく打ちます。で、ソフトバンクの栗原涼也外野手のクロスムーンでございます。で、鈴木誠也投手、楽天のねカードでございます。で始球式カードでございますが、ダチョウ倶楽部の肥後克広さんのね始球式カードなんですが、こちらはね限定カードになってます。ちょっと仕様がね変わってます。でこちらがですね、200分の165となっております。で続けていきます。ヤクルトの吉村幸四郎投手のキラでございます。で、細川誠也外野手のクロスムーンでございます。で広島の上本隆内野手でございます。で阪神の大竹耕太郎投手でございまして、で最後に、ヤクルトの川端慎吾内野手で終わりです。以上で 2023BBM ベースボールカードセコンドバージョン開封等が、前編を終わりたいと思います。で残りのね10パックは後編で、夜、動画を出したいと思いますのでよろしくお願いいたします。でまたね今後の予定ですが、今度8月の終わり頃か9月の初め頃に今度は、チアリーダーカードですねの、花というのがねございますので、もしねお金がありましたら、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。